ゆうちょ銀行でおよそ2000の、セブン銀行で1100の ATM が使えない状態だということです。今回の地震、東北地方の自治体では、電気料金の1ヶ月間の支払い延期などが認められる特別措置が講じられます。講じられるのは、災害救助法の適用が決定した宮城県内のすべての自治体と、岩手県内の一部の自治体、それにこれらの自治体に隣接する自治体です。措置は今回の東北関東大震災が発生したおとといに遡って適用されるということです。この時間は被災地の方々に向けて東北関東大震災の生活関連の情報をお伝えしました。8時50分からお伝えします。8時に関連の情報をお伝えします。大きな被害が出ている宮城県石巻の上空に NHK のヘリコプターが到着しています。現在の様子をお伝えします。石巻市の上空です。画面手前右の方に伸びているのは旧北上川です。津波は画面手前から画面奥の方に押し寄せました。こっち前丘を境目に住宅が押し潰されているのが分かります。車など瓦礫と住宅が一緒になっています。破壊力の強さを思い知らされます。石巻市からお伝えしました。宮城県石巻